平らきよつねは、平安時代末期の平家一門の武将、平の重森の三男。母は、正室の藤原京子、横笛の名手として聞こえた。平らきよつね供養当時へ二年に、平家一門が都落ちした後は、次第に悲観的な考えに取りつかれ、太宰府を、元家人である、小形恒義に追い落とされたことをきっかけとして、無前国屋なぎが裏にて、 受水自殺した。去年21、平家物語、六道の沙汰の段で、県令門院による十回に、清常の死が平家一門の心憂いきことの始めとして語られている。清常が受水したのは、現在の大分県宇佐市柳川浦地区、駅立川沖合と言われており、これにちなんで、駅立川川口付近に小松塚と呼ばれる五輪島及び、 慰霊碑が建てられている。また、小松塚の田元にある橋も、小松橋と名付けられている。また、あずま鏡によると、平家宮古地の際に、ハイマルと、ウマルという宝刀を、後白河法皇の御所の宝珠寺殿から奪っていったという。文治元年10月19日に、ハイマルは、大江校長が探し出し献上。10月20日には、源のりよりが、 九州遠征の際に回収した生まれを調停に、献上している。清津根能の代表的な演目である、清津は、後世清津根受水のエピソードをもとに、ゼアミが書き上げたものである。また、同じくこのエピソードをもとに、1969年には、畑公平が、清津根受水を発表している。ありがとうございます。